日本って税金どんぐらい 30% で 40% でしょとか考えてると思うんですけども、 80% ぐらいって言っても過言じゃないんじゃないですかね。でここの国だと法人税さっき言った0円だから100万円稼いだら100万円を投資に回せるんですよ。投資の配当を受けるっていう時もやっぱりこの国っていうのはいいのかな。さあ無修正企画やってみました。もう編集なしで今日はやっていきたいと思います。今日はですねこれを見てる方の中にもいつかは海外に住んでみたいとか移住したいとかっていう人絶対にいると思うんですよね。まあそれはそうだと思うんですよ。日本ってまあ世界の面積の 0.2% じゃないですか。その 0.2% の中だけの選択肢ってもうそんな貧しいことないじゃないですか。なんで世界に出てみる、まあそういう時にじゃあ今まで僕もねいろんな世界に住んでみて、まあ、いろんな国に住んでみて今もドバイに住んでますけれども、どういうところに気をつければいいのかとかですね、まあ世界ってこんな感じで住んでみると案外、結構楽だよとかそういうところをちょっと発信していきたいですね。で逆にメリットだけじゃなくてその後々のデメリットっていうのも動画の後半で話します。どっちの方が大事かっていうとまずデメリットの方をみんなしっかり考えておいた方がいいですね。まあ、ドバイに住んで、良かった5つのことをですね今日はちょっとまとめてるんで言ってきますけれども、まずそれは当たり前に税金ですよ。税金が安い、これはね別に税金目的でこっちに来てるわけじゃないですけども、税金が安いことはメリットかデメリットかって言ったらメリットですよね。まあ、日本の経営者だったらね多分会社員と経営者のね脳ってちょっと違うから経営者の方は結構わかると思うんだけども、例えばですよ皆さんが売上を作りますよね。で売上を作ると必ずついてくるのが消費税ってものがありますよね。そこでまずお客様からいただいたお金の 10% っていうのは、まあ、消費税っていうものなんですよね。で、その後に利益残ります。でそこから法人税、まあ、住民税も入れて 35% ぐらい引かれます。もうその時点で 45% ですよね。で純利益ってのが残りますと。で純利益残ったって言って、まあ、会社ってずっと続くわけじゃないじゃないですか。いつか辞めるんですよね誰でも経営者って引退するんですよ。まあ、その時にじゃあ会社を売るよって言った時にじゃあ売ったお金からまた 20% だから純利益から 20% ぐらい引かれるわけですよね。で、やっと自分のお金になりました、個人の所得になりました、じゃあ家買おうとかじゃあ車買おうっていうことができるんですよね経営者っていうのは。でここで、じゃあ次にですね、まあ、人の命って限りがあるので死んじゃいましたって言ったら子供たちに残すお金あるじゃないですか。まあ、そこで相続税であったりとかですね、まあ、いろんなレートあるんですけども大体半分ぐらい持っていかれますよね。って考えるともう皆さんね日本って税金どんぐらい 30% で 40% でしょとか考えてると思うんですけども、いやいやいや最終的にお金が僕の子供にまで渡るのにはもう 80% ぐらいって言っても過言じゃないんじゃないですかね。だから一生懸命働いてでもほとんどはですね税金で取られてしまいます。これこういう国ですね。ただドバイの場合って、まあ、所得税も0円、まあ、法人税もバットはあるけども、まあ、実際は海外からの売り上げであったりとかあとは現地での、まあ、一部の売り上げっていうのはバットなしなので、まあ0円だから100万円売り上げました、バットないと考えるとそのまま100万円を自分に振り込んでも何も関係ありません。0円です。意味わかりますよね。なので税金安いことってメリットだと思います。これはで2つ目にですね、まあ、僕が良かったっていうのは結構働き盛りの人は、まあ、海外に飛び出るっていうのめちゃめちゃ大事だと思ってて、これ仕事に集中できるんですよ。僕もね日本にいるとやっぱ友人であったりとかあとはねパートナーであったりとか、まあ、いろんな方に今日いつ空いてる、いつ会食する、会わせたい人いいんだけどとかね、僕人付き合いマジで嫌いなんですよ。まあ、好きな先輩方とかね好きなパートナーさんとか結構いますけども、まあ、ほとんどはですねなんか投資案件があってちょっと話聞いてほしいんだけど、保険があってちょっと聞いてほしいんですけど、大体ですねお金目的で会いに来るんですよね。そういうのが結構多くてですね人と会う時間っていうのが無駄だと思ってるんですよね。なんでまあいいかなと、人に、まあ、仕事に集中できるかなって。まあドバイと日本って5時間の時差なんですけども、僕が例えば5時ぐらいに起きると日本って10時なんですよ。ちょうどいいんですよね。今まで日本でも5時ぐらいに起きてたんでちょうどいい時間になるんですよ。だから周りとちょっと合うようにタイミングが合うようになったなっていうのは一個感じますよね。あとは日中、これ後ろも多分曇って見えないと思うんだけども、めっちゃ暑いんですよ。もう暑い時も50度近くになるんですよ。なんで日中出歩けないんで、まあ、出歩くってモールとか行けますけども、基本的に家にいたりとかカフェにいたりとかっていうことが多いので、まあ、昼間、集中して働くことができるっていうのがメリットだと思いますね。あとはね3つ目です。これ投資効率、投資効率だから結局経営っていうのは
儲かったお金っていうのを投資をして、さらに、それを投資をしてどん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 大きくなっていくっていうのが、経営じゃないですか。たださっき言ったように日本だと、まあ、儲かっても半分ぐらいは税金で持ってかれちゃうんですよ。ってなると100万円稼いだとしても投資にできるの、投資に回せるのが、50万円しか回せないんですよね。で、ここの国だと法人税さっき言った0円だから100万円稼いだら100万円を投資に回せるんですよ。だからそういうメリットっていうのも一個あるのかなと。だからタックスヘイブンってね、まあヘイブンってあの天国のヘイブンじゃないですけども、まあタックスヘイブンっていう言葉の通り税金はですね確かに安いですよね。ただ税金が安いからこそインベストメントヘイブンとも言われてるんですよ。投資もすごく効率が上がるっていうふうに言われてますよね。なんで僕の場合だとその IT 業界っていうのはやっぱりファッションと同じで、まあ日本でもそうだったんだと、そうだったんですけども、1個2個ぐらいの前の動画で1個出してますよね。僕の投資先全部公開してるんですけども、とにかくですね IT っていうのはそのファッションなんで、来年には何が流行ってるかなんてわからないんですよ。だから今ガーって儲けたお金っていうのを僕はバーって投資をしていくんですよね。でそのガーって投資をするときにやっぱり 50% しか投資ができないっていうもどかさっていうのずっとあったので、まあそういう面で考えるとやっぱりここの投資効率っていうのは上がるのかなっていうふうに思ってますね。で結局ですね、まあ僕の投資する先って言ってもやっぱ僕って IT なんですけど IT を信じないんですよ。自分が理解できないものに投資をしないんですよね。だから飲食店だったりとか整体院であったりとか、まあそういうまあみんな幅広く昔から使われてきただろう、飲食住に関わるところだろうっていうところに結構張ってるんですけども、まあこれが功を奏して結構うまくいってましてですね、なんていうんですかね、結構ですねそういう配当を受けることが多くなるんですよ。で配当を受けることっていう時もまあキャピタルゲイン税って言って、まあその株式配当だったら 20% の税金かかるんですけども、それもやっぱないんですよね。だから投資するって時じゃなくて投資の配当を受けるっていう時もやっぱりこの国っていうのは一個、いいのかなっていうふうに思ってますね。で次はですね不動産投資っていうのが盛んな国、4つ目ですね、盛んな国。だから不動産投資がいいよってわけじゃなくて、不動産投資が盛んだから、この街全体がいいんだよっていう話をしたくて、例えばですね不動産を買うときって1個のプロジェクト、もうビルだけを見ないじゃないですか。やっぱその周りの環境、スクールであったりとかその住んでる人であったりとか環境を見るじゃないですか。だからスラム街にどんな高級タワーマンションも、スラム街に建ってるタワーマンションに価値がつくかっていうとほとんどつかないんですよね。だから大事なのっていうのはその環境で、そのドバイっていうのは皆さん石油の国だと思ってるんですけども、石油ではなくてほとんど結構インベストメント、リアルエステート、不動産ですね、不動産が GDP の多くを占めてるんですよね。っていうふうに考えると、その不動産に国が注力してるからこそ、まずは環境を良くしよう、まずは安全にしよう街をとかですね、そういうふうな取り組みっていうのがやっぱりなされていて、そこが一個街全体がすごく安全で、まあホスピタリティが溢れていてっていう感じですね。だから国がですね結構言ってしまえば独裁っていう部分もあると思うんですよ。だから観光大国にするって言ったらやっぱりそれなりのホスピタリティっていうのをその企業にガーって言ってって、だからドバイっていうのはですねホスピタリティがすごい高いんですよね。レストラン1個にしてもやっぱり対応がすごくいい、でむしろ日本よりもいいんじゃないかなってぐらい気持ちいいですね、住んでてっていうのがやっぱ4つ目、不動産投資が盛んだからこそその環境が良くなるっていうのが、あります。で5つ目ですね、これめちゃめちゃ思いました、大事です。日本で僕もですねいろんな方と一応は知り合いだったりするんですけども、やっぱ金持ちが多いんですよ。金持ちの友達とかが多いんですけれども、ここの国にいるのは金持ちってあまりいないんですよね。僕の感覚なんですけども、資産家が多いんですよ。で皆さんこれ金持ちと資産家をほとんどの人が一緒に考えてるんですけども、お金持ちっていうのはやっぱお金のために働いてるので、働かなくなったらお金入ってこないんですよ。でも資産家っていうのは資産を使って、まあ、お金でお金を生み出す、まあ、生み出すで資産でね、って書く通りお金を使って生み出すんです。だから働かないでも入ってくるんですよ。でそういうふうに考えるとやっぱりそういう人たちって時間があるんですよね。
時間がある。だからね、飲み屋で皆さんもね、よくなんかね、安い飲み屋とかに行くと、あの昔なんか小汚いおっちゃんが、俺昔はお金持ってたんだよねとか、俺昔はお金持ちだったんだよねって結構話を、はい、話を聞くと思うんですよ、そういうもの、あの話をね。で、そういう話を聞くと、ただ昔は資産家だったんだよねっていう話を聞いたことがある人ってあんまりいないと思うんですよね。そうなんですよ、あの資産家の人っていうのはやっぱり余裕があるというか、朝が、今日もね、あの朝その、まあ、知り合いね、あのこの現地のドバイ人の知り合いに、朝からそのサイクリングのフィットネスに行こうって言って、こうやってガーッと音楽爆音で BGM ねやーってやるやつなんですけども、そのサイクリングに行った後にそのままあのブルガリホテルで朝の朝食食べて、でそのままあの車で送ってくれてとか、まあそういう優しい方がいるんですけども、めちゃめちゃですね、なんて言うんですか、時間があるんですよ、余裕があるっていうところですね。だからお金持ちとビジネスをやってもやっぱりあまり急ぐ人が多いのでうまくいかないんですけども、資産家とビジネスをやることによってすごい心の余裕を持ちながらビジネスができるんで気持ちいいですね、人付き合いっていうのも一個で。まあここの国っていうのは結構どういう資産家が多いかっていうと、もちろんあの投資なので不動産と株と FX かなと思ったんですけども、実はですね、あの仮想通貨がやっぱり多いです。で特にですね、まあ、日本もそうなんですけども、日本人だけじゃないですよ、いろんな国の、あの人たちですね、特に仮想通貨で儲けた人って、まあ、その現地、例えば日本だと雑所得って言って普通に所得税に、換算されちゃいますよね。 FX はちょっと違うんですけども、まあ、仮想通貨ですね。だから日本でやると 50% 以上取られちゃうんですよ、むしろ 55% ぐらい取られちゃうんですよ。なんで、まあ、こっちの国でやって、まあ、配当もこっちで受ければ所得税も0円なのでっていう方が結構多くて、そういう方が多いイメージですね。なんで時間はあるんですよ、時間がっていう感じの人ばっかで、あと変人が多いです。やっぱりね、資産家っていうのはそのもう働かなくてもいいからもう暇なんですよ。だから変なことしかしないんですよ。例えばですね、前パートナーのオフィスに行った時に、まあ、その人もすごいあの不動産の、資産家なんですけども、なんか iPhone であったりとか、あとプレイステーションであったりとかテレビであったりとかをバラバラに部屋全体に、俺のインスタで言ったんですよね、これ部屋全体にバラバラにしてるんですよ。で入って何してんのって聞いたら、いやこれパーツアップやってるんだよ。パーツアップって何って言ったら、パーツアップっていうのは、まあ、投資の一個の手法でですね、例えばアップル社の株が上がるじゃないですか。そうするとみんな、まあ、iPhone が売れ行きがいいとか、 iPhone めちゃめちゃ売れてるよってニュースが出るとみんなアップルを株を買うんですよね。ただその人たちはどういうことをするかって、アップルの部品をばらして部品一個一個のメーカーを調べるんですよ。でアップルの iPhone を作ってるそのメーカーの、株を買うみたいなですね、そういう投資の手法だったりとか、こういうのって時間がないとできないじゃないですか。あとは面白い方だとね、あのファンドのマネージャーが言ってたんですけども、まあ、うちのファンドはですね、あの衛星を持ってんだと。で衛星でその工場の出荷状態、あのウォールマートの、ね、工場だったりとかの出荷状態を見れるようにしてるんだと。だからトラックがあのいっぱい通ってれば売れ行きがいいし、トラックがあんまり通ってなければ売れ行きが悪いだろうっていうようないろんな予測があるみたいなんですね。まあ、そういうような人たちと出会えるっていうのが一個ここに来て価値だったのかなっていうふうに思いますね。まあこれ面白いと思った方ですね、これよりもデメリットの方が大事なので、そのデメリットちょっと違う動画でまたちょっと長くなっちゃうとあれなんで上げていくんですけども、デメリットもですね結構おもろいですね。例えばお金持ちギャップに悩まされるとかですね、あれ俺自分の国でお金持ちだと思ってたのにここに来たらえみたいな、結構そういうことってあるんですよ。僕もありました。あれ俺なんて小指のこんな以下じゃんみたいな、そう思った時期もありましたので、そういうのも一個全部包み隠さず話していきたいと思います。ぜひですね、学べたと思ったらコメントといいねですね。で僕のインスタではですね、ドバイの生活っていうのを毎日配信してますので、もし興味がある方はインスタの方も見てみてくださいということです。ではさよなら。やりたいことは逃げてない、理想の未来も逃げてない、逃げているのはいつも自分だった。安定的な企業で安定的に働いて安定的に生活に困ってた。
誰だって成功したい、誰だって人生を変えたい、何をやるべきだってことも分かっていた。でも明日やるよと言い続けてだいぶ経った。アイデアがなくて行動してない日々より、アイデアがあって行動していない日々だった。夜中ベッドで素晴らしいビジネスが浮かんでも、不思議と次の日に満員電車に揺られていた。だからもう自分の人生に言い訳しない。誰でも、どこでも、いつでも、3タップで起業、クラウドスタートアップ。